まあ、やっぱ今回 前回もすごい悔しい結果で終わってて、今年こそは、まあ、メダル獲得っていう目標にはしてるんですけど、まあ、3位以内じゃなくて優勝を目指してやろうっていう、まあ、順調にチーム全体として調整もうまく進んでるかなっていうのはあります。やっぱトラックで活躍してる選手が多くて、スピードを持った選手が多いので、前半区間距離が短くなった部分もあるので、まあ、そこでいかに他のチームと差をつけて自分がいかに粘れるかだなっていうふうに思います。やっぱでも初めての 9.2 キロで最長区間で緊張はするんですけど、まあ、そっちよりもワクワクで早く走りたいという気持ちの方が今大きいので、まあ、明日は全力で楽しみたいなというふうに思います。は、まあ、卒業された理科先輩のような4年間頼られてたエースのような走りを自分も体現できたらなというふうに思います。やっぱりいろんな順位で持ってきた想定をしつつ、入り、まあ、やっぱり早く入りすぎると後半坂だったりアップダウンもあるので、そこには気をつけながらも、まあ、前半落ち着いて後半でしっかり上げていくっていうイメージを持ちながらやっています。まあ、しっかり3位以内とは言わず優勝を目指して頑張りたいと思います。